5月3日月曜日の全国の天気をお伝えします。北日本を中心に天気が崩れそうです。まずは予想天気図です。高気圧に覆われるため西日本から東日本広い範囲で晴れる予想です。一方で北陸以北の地域では海からの湿った風の入る影響などもあり、一日を通して雲が多く雨が降りやすくなりそうです。では天気の分布予想を見ていきましょう。西日本から東日本にかけては朝から晴れる予想です。新潟県よりも北のエリアを中心に雲が広がりやすくなります。特に日本海側からオホーツク海側で雨が降ったりやんだり、山沿いでは寒気の影響もあって雪となりそうです。午後になると東北地方はゆっくりと天気が回復、日差しの戻るところも多くなりそうです。北海道は一日を通してなかなか天気はすっきりしません。また各地一日の寒暖差が大きくなりそうです。体調管理もしっかりと行ってください。以上3日の全国のお天気をお伝えしました。